一番上のお兄ちゃんと一緒に買い向きに来ましたよ。キャメロンはさっき学校が終わったから迎えに行って2人でデートです。キャミこっち This way。 私がまず一番初めに来たお店はですね、ここよ。Oh my god. I think I'm gonna get those. This one. Oh, this is cute. これ10ドルだって。この店はね、全部エコなのよ。かわいいでしょ？こう、ゼロウェイストのお店。ナプキンだって。I'm the same woman. Let me know if you wanna get something, Cammy, okay? Hmm? Yes, I bought it here. Should I get smaller one too? Hmm?待って、まだ終わってない、マミ。かわいい。This is so my type of store. Once you touch it, you're gonna put it back though. Plant lady. Huh? They give money. Oh, yeah? These. そうなの? It doesn't have any. I have the same one. かわいい。あれも持ってる。これも持ってる。これも似たようなの持ってる。触らないよ、キャミ。いや。Hello! 買ったぜ。このお店の場所は Everyday Better. Better Everyday. What was the store's name, Cammy? Everyday Better とかそんな感じだよな。Oh yeah, Everyday Better. Everyday Better. それがお店の名前ね。で、ここの真横に行きますとですね。そして同じ通りになんと私が大好きなグッドウィルがあるんでございます。だけどキャメロンがそれなんだけど、キャメロンがバボティーを飲ませろとすごいうるさいので、先にバボティーに行こうと思います。そうですか。皆さん、そこにねあるスタンドはね、ホットドッグ屋さんなんだけど、ビーガンのホットドッグ売ってるの。すごい有名なんだよ。で、キャメロンが行きたいバボティーの場所はカウカウスキー。
あそこがね、すごい有名なカフェですよ。コーヒートークってところ。OK、したら皆さん、私はこれからね、この店に行くの。この通り、ここに駐車場があるんだよ。で、この通りのこのね、上のここにさ、ボンボンが乗っかってるでしょ。ここの店に行きます。これアワオレナっていうお店ね。この上においで。グッドウィルに来たよ。私はね、グッドウィル大好きなの。 OK? Ooh, look at this! キックボードあるよ。 How much is it? You have an electric one. Oh, this one's, look! LED lights on the bottom. Look at the bottom. It's growing. Wait, how much is it? I just wanna knowYou have electric one. Ooh, $14.99. Good deal, good deal. Mom! Hmm? This actually can go faster. Wait, why? Oh, don't light it. Don't light it in the store. Automatic! Oh, it's not automatic, but like you feel like lighter, maybe? No!It goes faster! Really? Yeah. Look, it goes faster. Damn! I want this! Hello, 皆さん。なんかね、やっぱり子供と一緒だから、私、買い向き大好きでいろんなとこ行きたいんだけど、結局、お店3つ ?4 つ ?4 つぐらいしか行けんかった。でも後で買ってきたら見せますね。グッドウィルにも行って、花瓶と、あとね、私がこの間壊しちゃったやつ、そう、なんか収納するのに使ってるグラスで壊しちゃったやつがあったから、それに似たようなやつ買ってみたいな感じ。ちょっとレアなんですけど、家の外で撮ってるよ。私が買ってきたものを見せますね。まず一番初めに泊まったお店で買ったのが、ほら、まあ見せてたけどさ、マスク買ったの。私大体黒いのしか持ってないから。これ可愛くない？何色も入ってんだよ。こういう形のやつ探してたのよ。このさ、わかる？ここちょっと四角っぽくなってんの。なんか全然口に当たんなそうでいいじゃん。なんか外であの人がさ、こういう形のやつつけて、どこで買ってんのみんなみたいなの思ってたんだけど、今日見つけたから、やった買いだ、私の番と思ってそう、色も可愛くない？そう、これ買ったじゃん。あとちょっと潰れてる、やべ、潰れちゃった。エアプラント買いました。これはね、私枕目で、あのエアプラント、エアプラントを吊るすやつ、作りたくって、そうで、自分のまた姉ちゃんとかに送ろうとしてるからさ、私そう、それでね、とりあえずエアプラントを買ったので、これ一番初めに行ったお店買ったじゃん。で、2回目に行ったお店が、あのアクセサリーとかさ、私あそこ結構行くんだけど、オーナーさんが手作りのアクセサリー作ってたりとか、あと多分地元のアーティストのこととかが作ってるアクセサリー
んまり結構見つけにくいところにあるから、うんと住所後で載せておきますよ。あの機会がある方はぜひ行ってみてね。でさ、それもそうなんだけどね、あと、そうだな、こうもうさ、あのケミカルとかは使わないスキンケアとか、化粧品とか、あとはあのホメオパシー系だよね、結構売ってるわけ、ね、で、なんだっけ、こう例えばさ、筋肉が固まってる感じ、例えばさ肩こりとかで筋肉カチカチだなとかさ、あとは筋肉痛、足が筋肉痛だなとかさ、そういう時用になんかナチュラルであのヒールできるようなものとかも売ってるのね。それとあと法律で OK なマッシュルームパウダーでできてる、こうリラックスできる飲み物とか、お茶に混ぜたりとかコーヒーに混ぜたりとかココアに混ぜたりができるやつとかさ、あとは、CBD オイルとかも売ってたりするんだよね。そうで、だからそういうナチュラルなのが好きな人も、そういうメディカルの、薬とかに頼らないでそういうのが好きな人で、リラックスするのが好きな人とかはすごい行くのがおすすめで、私がそこで買ったのが、まずこれはブラシなんだけど、何に使うかっていうと、顔をね、こう顔の血行を良くするためにマッサージするやつとして私は買った。多分まあいろんな使い方があるんだろうけど、私はこのさ固めのブラシでも超硬すぎないブラシで、まあ、顔をマッサージするの欲しかったの、試してみたかったからいいと思って、これちなみに$12.50でした。で、あと、CBD オイル買ったのよ。 CBD オイル買ったわけ、これなんだけどさ、聞いてくれる？なんかそん、あのこれさ、クワイで取れたやつ、ハワイで取れたクワイでできた、まあ、もろハワイの超ナチュラルな、やつよね。で、ノン GMO とかグルテンフリーとかさ、いろいろ、あ、オーガニックにも書かれてるんだけど、これさ、ほら CBD オイルすごい有名じゃん最近ね。で、私も気になってて試してみたいなと思ったので、売ってたから、前ね、お店の店員さんと喋った時に、どうしようかなと思ったんだよ。でも試さなかったのね。でももっとちょっと気になるから、そのリラックスするとかヨガやってたりとかさ、瞑想してると結構そういうのつながってくるね。で、それでそうそう試してみたいなと思って、でそれでね、今回そう買ってみたんだけどさ全然値段チェックしないで買ったんだよ。で、そしたらさ、これさ、やっぱりハワイ産ですっごいナチュラルなものだけでできてるからつって、オーガニックだしつって$89した。これで$89した、カチーンみたいな、もうチャリンチャリンみたいな感じだから、まあすごい極上みたいだからよかった、まあ、とりあえず、一番初めに試せるのがすごいいい質のやつでよかったと思って。で、あと、その後にグッドウィルに行ったのね。で、グッドウィルで買ったのはまずこの花瓶よ、とってことない花瓶なんだけど、これちなみに$4.99でした。これはね、うちのキッチンの、ところにさ、なんか ストローを洗ったりとか、あと水筒洗ったりとかするブラシを置いてるやつがあるのね。で、それがさ、私この間割っちゃったわけだから、ほらガラスはね、今日は水がちょっと中に入ってもさ、すぐ洗えるじゃん、臭いくなったりとかしないし、だからそこのキープするの好きなわけね。で、あと、もっとお花増やしたいから家に、あとグリーンを、それでこれはちなみに$3.99で、またもう一個買っちゃったの。これはね、$5.99だったんだけど、ちょっと汚いんだよね。だから洗えてさ、落とせるからさ、これでこんな感じという感じの今日は買い物でございました。キャメロンには初めのうちに、バボティーを買いまして、これあげるからちょっとついてこいとデートしようぜっつって、で、それで黙っててくれた。だけど、あれよ、グッドビルであの子がスクーター見つけたじゃん、光るやつ、あれがさ、15ドルだったわけ、14.99ドルとかあったから買った。
ってあげた。そう、こんな感じでしたよ。OK? わかった?じゃあね、またね、バイバイ。はい、バイビー、バイビー。あー、お尻痛。Like that. No. Hey, boys, what's